高畑充希に急に土手に呼び出され、全く身に覚えのない言いがかりをつけられ、有無を言わさず馬乗りでボッコボコにぶん殴られた後、息を切らしながらあの笑顔で一言、ねえ今日ケンタッキーにしない？って言われ、ギャップ萌えでウレションしたい。きっとしないよ、ね、もう中年のセックス遊びじゃん。